気流ドリーム1号艇北田俊之選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回手にしたエンジンはどうでしたか？まあそこそこ動いてるのは知ってるんで不安はないです。まあお盆シリーズとは、ね、かなりエンジン的には苦労したと思いますけども、それに比べるとだいぶ良さそうですか？いや、お盆はまあちょっと事故等もあったんで減点はあったんですけど、エンジンに関しては不満はなかったです。今回手にしたエンジンは何か特徴的なところはありますか？まだその辺はちょっと把握しきれてないんですけど、まあ普通に動いてます。最初のレースまで何かされる予定ありますか？昨日乗ってもう悪いところを大体把握してペルは叩いたんで、今日乗って確認するぐらいです。わかりました。最近のスタート感はいかがでしょう？まずまずいいと思います。それでは今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。はい、無事故で精一杯頑張ります。気流ドリーム2号艇の中口博隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。中口選手の近況はいかがですか？あまり良くないですね。休み明け輸出してますけども、まあ、ご本人的にはどうかなっていうところですか？まあ、ギリギリ輸出できてるような感じで、ちょっとエンジン出しに最近ちょっとずっと苦労してますね。そうですか。はい、今回手にしたエンジンもまだ1回のレースする前から悪戦苦闘されたみたいですが、どうでした？そうですね、前期あまり良くなかったんでちょっともう点検だけとりあえずしてみましたけど、まあ中堅レベルにもちょっと届かないイメージですか？現状ではちょっと、まあ、最近のように苦しい感じですね。そうですか。はい、はい。じゃあまあ最初のレース行くまでにもうちょっとこの辺は何とかしたいというところはどのあたりですか？まあ、全体的に欲しいんですけど、ちょっと行き足の悪さがちょっと目立ったんで、そこをもう少し越させたいと思います。わかりました。最近のスタート感はどうですか？行けてないですね。やっぱりね。はい、そうすると今節もそんなに思い切ったっていう感じではなさそうですか？切ったのが前期なんですけど、ちょっと今期2ヶ月休んじゃったんで、はい、ちょっと大事には言ってたんですけど、もう少しちょっと行きたいと思います。わかりました。はい、それでは今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。はい、とにかくいっそいっそ全力でいきます。ボートレース楽しんでください。気流ドリーム3号艇中岡雅彦選手です。よろしくお願いします。お願いします。近況はいかがですか、中岡選手？ぼちぼちですね。ぼちぼち、はい。今回手にしたエンジン感触どうでしたか？まあ、平凡なエンジンだと思うんで、まあ、普通だと思います。そうすると力強さは特に感じられなかったってことですかね？そうですね、今のところは少し回転不足な感じがします。まずは最初のレースまでにその辺をちょっと改善したいですか？そうですね。最近の中岡選手のスタート感はどうでしょう？スタートはまあまあ安定していけてると思います。わかりました。それでは今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。はい、優勝戦乗れるようにしっかり頑張ります。気流ドリーム4号艇内堀学選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。内堀選手の近況はいかがですか？そうですね、夏場に入って少しエンジンの回転が上がらなくてからプロペラの調子がちょっと悪いですね。はい、今節手にしたエンジンはいかがでしたか？そうですね、2月にこのエンジン引いてるんですけど、その時はプロペラ叩いただけですごいいい足になって、優勝戦2着ですかね。はい、まあ、いい足してましたね。今回はどうですか？まだレース行く前からかなりプロペラやられたみたいですけども。そうですね、もう昨日もらった段階ですぐペラ叩いて、2月のイメージで少し叩いてで乗ってみたんですけど、行き足から伸びは反応があって少し余裕があるかなって感じだったんですけど、まだ回転も合ってなかったですし、ちょっと本体も気になったんで朝から本体やって、でそれでちょっと回転上がってたんで今プロペラ朝からずっとやってたって感じですね。まあ、全圏タイムもいい時計出てますし、おおむね満足いくレベルにはあるんでしょうか？まあ伸びなんか少し余裕がありそうだったんですけど、まあもっとぶっちぎりでエンジン出さないと、まあ、勝てないんで、はい。最近の内堀選手のスタート感はどうですか？一本来てから慎重になっちゃってるんですけど、まあスタートを攻めないと勝てないんでしっかり行きたいです。ドリーム戦は4号艇という枠番角から一気というイメージはあるんでしょうか？まあ、エンジンがしっかり仕上がればそれも勢
けると思うんですけど、まだ初日なんで、はい、何とも言えないですけど、はい、分かりました、はい、今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。はい、いっそいっそ気持ち込めてしっかり走ります。桐生ドリーム5号艇大場聡選手です。よろしくお願いします。お願いします。大場選手、最近の、まあ、近況としてはいかがですか？ちょっとあまり良くないですね。良くないですか、はい、今回手にしたエンジン感触どうでした？そうですね、ちょっと勝率やっぱりないんでね、前傾乗った感じもちょっとパワー不足は感じたんですけど、まあ、昨日の前傾のトップの感じはそんなにね悪い感じはしなかったんですけど、まあ、手足回り足の後実践の足がどうかっていうのはちょっと分かんないんで、はい、全体的にちょっとパワー不足って感じなんですか？まあスタート、腰とスタートの感じは悪くないと思います。あ、そうですか。ただターン回りがどうですかね。そうすると最初のレース行くまでにもうちょっと何かされます？そうです、まあ、ちょっと、ね、今までのこうエンジンの整備記録見たら意外と大きな部品も変えてたりしてるんでね、で整備さんと話をして、まあ、1回ちょっとこう前半レースこのままの状態で行ってみようかなとは思ってるんですけどね。わかりました。最近の全体的なスタート感はどうでしょう？スタート感は自分の感通り行けてますけどね。わ、はい、かりました。まあ、ここは外枠なんですが、はい、ピット離れ良かったら内もらうということはあります？そうですね、ピット離れさえできれば燃料なく行くので、まあ、最近のことを考えるとそんなに、ね、出ることはないので、まあ、多分枠なりじゃないですか、ね。わかりました。それでは今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。そうですね、一戦一戦しっかり自分のいいレースができるよう成功を走りますので応援よろしくお願いします。桐生ドリーム6号艇渡辺信弘選手です。よろしくお願いします。お願いします。渡辺選手、近況はいかがですか？近況はあまり調子良くないです。そうですか、はい、はい。今回手にしたエンジン全検の段階ではどうでした？悪い感じはしなかったですね。良くもないですけど、はい。何か特徴あります？特徴はまだつかめてないですね、はい。作業はされたんですか？もう昨日乗る前にプロペラをちょっと叩いて、でまあ、今日特訓した感じでまたプロペラ調整しようかと思います。この辺がもうちょっとあればなっていうところは分かりますかね？なんか回転域が合ってなくて乗り心地とかはちょっといまいちなんで、その辺を、求めたいと思います。まずはその辺ですか？そうですね、はい。最近の渡辺選手のスタート感はどうでしょう？スタートは自分の実力以上のタイミングをいってしまっているので、ちょっとそろそろ気をつけないといけないなとは思ってます。そうですか、はい。このドリーム戦はね、6号艇という枠番なんですが、何か作戦あります？いや、特にいつも通り。そうですか、はい。それでは今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。